フリッピンです。逆サイド、お当たって結局ストライクになります。松脇連発、いいショットにはつながる可能性高いですね、はい、悪くないショットだったと思います。おー、小野寺くんか、見てくださいよという今アピールもしながら、張本ターン、ここでエサトン、そして須田も寄っていきます。その須田にパスを渡して、須田が打ってきた。ここは守ったブロックですね。弾丸から速いパス、松脇に通した。松脇冷静です。コーナースリー決まっています。伊藤が2ファールということで斉藤に戻しました。クーリーがペイントエリアに守る中、斉藤には渡らなかった。小野寺からスピードを上げて、ダンカンからクーリー、今は強力なインサイドのプレイヤー外にいましたが、小野寺のコーナースリーです。決めました。岸本運んで、さあ今度はオフェンスディフェンス入れ替わってのマッチアップ。小野寺です。ナイスです。